発表会では素敵なお衣装を着させていただいているので、はい、はい、今日も嬉しいです。もう深田さんは何色を着てもお似合いになりますもんね。いえいえいえ、はい、なかなかここまで真っ白のお洋服は着る機会がないのですごく新鮮だなと思います。さて今皆さんに新 CM ご覧いただいたんですけれども、3年ぶりにフルリニューアルしたキリン午後の紅茶おいしい無糖は後味のすっきりさがお食事やお弁当に合わせるとこんなにも日常的に美味しく楽しめるんだっていうのをお二人のこう実感とともに皆さんにお伝えするようなそんな新 CM になっていました。はい、私は海が好きなので特に海での撮影は気持ちよくそして美味しく撮影させていただきました。海で食べるお弁当美味しいでしょうね。うん、美味しいですね。気持ちよかったです。ちょうど晴れ間があったりして、はいはい、あ、そうだったんですか。はい、今年すごい寒い日も多かったので、はい、そうなんですけど日が出てくるとすごく暖かくて、なんかそう山に登って山の上で撮影したりとか、そのキリンを横に見ながらおにぎりをこうかぶっといっぱい頬張ってこう食べながらできるって楽しいですね。楽しいですよね。キリンのタイミング待ちみたいなのも結構大変なんじゃないかなって思いますけれども、はい、いやお二人とも本当に、まあ、いろんなシーンでキリン午後の紅茶新しいもの飲んで、あ、本当に合うんだっていう実感の表情をね皆さんに伝えていただきました。お二人にはこれからアンバサダーとしてねご活躍を期待しております。よろしくお願いいたします。さて今回3年ぶりにフルリニューアルをしまして、癖のないすっきりとした味覚に進化してさらに美味しくなったキリン午後の紅茶おいしい無糖はお弁当をはじめ様々な食事に合うということで、ここからはキリン午後の紅茶おいしい無糖とのお弁当とのペアリング体験をお二人にしていただきます。皆さんから見えますかね、本当に可愛らしく一口サイズ弁当に今日は仕上げております。さあでは深田さんからお召し上がりいただきましょう。はい、どうぞ。はい、いいですよ。そして美味しい無糖をぜひ合わせてみてください。さあ深田さんには鮭弁当とキリン午後の紅茶おいしい無糖合わせていただきました。はいですか。おいしい無糖の後味がすっきりしてお弁当にも合います。唐揚げ弁当とキリン午後の紅茶おいしい無糖どうでしょうか。もう満足げな表情が今出ましたね。どんな風に合うんでしょうね唐揚げと。なんか唐揚げのそのジューシーさというか油っぽさをこのさっぱりした美味しい無糖がこう本当にこう後味がすっきりするので本当に合いますね。こう鼻の後をこう唐揚げの後にこうほのかに紅茶の香りがふわってするのですごくいい香りが後味にします。